今日習ったトピックに関する内容は、日本人の実際の生活ではどのように現れているのでしょうか。次の質問を考えながら、テレビドラマのワンシーンを通して見てみましょう。教授とアシスタントとの間にどんな約束がありますか？教授は約束をちゃんと守りましたか？私、先生のアシスタントを10年務めてきました。約束ですよね、私を助教にして本にも名前を載せてくれるって。だから次はちゃんとするわよ。その言葉前にも聞きました。私の論文を教授が。あれは当然でしょ、私が教えたことからあなたのあの論文が生まれたんだから。でも嫌ならやめてもいいのよ。あなた何か勘違いしてない？自分の力だけであなたの思う成功が手に入ると思ってるの？では、大連理工大学の学生によるディスカッションを聞いて、皆さんもぜひお友達と自分の回答や考え方を話してみてくださいね。この若い女性が教授のアシスタントを10年も務めたって本当に長いよね。ええ、二人の間に確か約束があったね。何だったっけ？アシスタントを助教にして彼女の名前を本にも載せるというのが教授の約束だった。あ、そうそう、思い出した。このアシスタントが約束のことを話したとき、教授は何と言って返事したの？確か、次はちゃんとするわよって。これはただの約束を破る言い訳だろ。なんかムカつく。そうね、10年もアシスタントを務めたっていうのに。しかも、教授は約束を守らずに、アシスタントの論文を自分のものにしたらしいよ。うん、アシスタントかわいそう。もう一つテレビドラマのワンシーンを見ましょう。まず最初に勉強のコツを教えとく。朝は暗記物よりも思考力が必要なものができてる。なぜなら本来は午前中こそ人間の頭脳が一番よく回転する時間帯だから。高速回転では最も朝に適している教科とは何か。それは数学だ。それも計算問題を数をこなし一気に思考回路をクリアにすることは望ましい。では早速計算問題100問テストを行う。時間は10分だ。100問10分で大したことはない。6秒で1問だ。100問なんてできるわけないじゃない。私そんなにやったことないけど。それできるわけないだろさ。司令官文句言うな。始め。今度は小番を見てください。男の先生のセリフを真似てアフレコの練習を重ねて声優にチャレンジしましょう。アフレコは皆さんの宿題とします。完成したものをアップロードしてください。優秀な作品を選出します。高速回転。できるわけないじゃない。私そんなにやったことないけど。それできるわけないだろさ。